平野紫耀、総額93万円超のビトンコーデ披露、ファン推測、アンバサダーになったのかな。日本の俳優で、トベエンターテインメントに所属する平野紫耀、ショウヒラノが、ルイ・ビトンの秋冬メンズコレクションで身にまとった総額93万円超のコーディネートを、自身のインスタグラムで披露し、話題を読んでいます。ファッション業界とエンターテインメント業界の融合は、 平野のファンを魅了し、彼がルイ・ヴィトンのアンバサダーになるのではないかとの期待を募らせています。平野の仕様のルイ・ヴィトンコーデ。ひらの仕様は、彼の最新のインスタグラム投稿で、ルイ・ヴィトンの秋冬メンズコレクションのアイテムを着こなしました。その中には、以下のアイテムが含まれています。ショートスリーブデニムワークウェアシャツ、30万、1400円。 平野はこのシャツを着こなし、そのスタイリッシュなデザインが注目を集めました。デニムカーペンターショーツ、22万6600円、シャツに合わせてカジュアルながらも洗練されたルックスを演出しました。モノグラムフラワーストッパーコットンフーディ、19万9100円、フーディはファッションの中でも大きなトレンドとなっており、 平野はその一部としてルイ・ヴィトンのアイテムを採用しました。S ロックベルチカルウェアラブルボレット25万6300円アクセサリーとしてボレットを持ち、コーディネートに独自のアクセントを加えました。ファンの反応。平野仕様のインスタグラム投稿を見たファンたちは、瞬く間にその投稿に殺到しました。ルイ・ヴィトンの公式ウェブサイトでは、 ファンたちの興奮が高まり、一部の商品が完売となり、ページが見つかりません、と表示される事態が発生しました。これは、平野仕様のファッションセンスが彼のファンに強い影響を与えていることを示しています。さらに、平野がルイ・ヴィトンのアカウントをタグ付けしたことから、彼がルイ・ヴィトンのアンバサダーに就任するのではないかという噂が広まりました。 ファンからは以下のようなコメントが寄せられました。とうとうルイ・ヴィトンのアンバサダー就任かしらえ紫輝くん、どういうことお仕事気になる、まさかのまさかから、語彙力喪失、LV のアンバサダーになったのかなこれらのコメントからわかるように、ファンたちは平野仕様がルイ・ヴィトンのアンバサダーになることを期待し、興奮しています。結論。 平野紫仕様の総額93万円超のルイ・ヴィトン校では、ファッション業界とエンターテイメント業界の融合を象徴するものとして注目されています。そのスタイリッシュで洗練されたファッションセンスは、ファンたちに多大な影響を与え、ルイ・ヴィトンのアンバサダーになる可能性が高まっています。 彼のファンたちは今後の平野紫耀のファッション活動に期待と興奮を抱いており、これからの展開がますます注目されることでしょう。